こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ。中国輸入で売れる商品をリサーチしてみました。100%儲かる商品のリサーチ方法とはというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画では、メルカリで売ることができる中国製品のリサーチ方法について説明させていただきます。はい。えー、まずですね、えー、っと、 メルカリで商品を売るときなんですけど、このノーブランドですね。で、財布。これをですね、キーワードに入れてください。はい。えー、その後にですね、えと、ー、価格帯なんですけど、まあ、1000円から3000円ですね。を、えー、入力していただきまして、売り切れですね。を押してください。こちらですね。はい。えー、そうしますとですね、まあ、こういった感じで、実際ね、売れてる商品ですね、が見ることができます。はい。で、ま、いろいろ見ていきまして、 ま、こう見ていきましてですね。例えば、まあ、この商品ですね。結構売れてるので、これをちょっとクリックしてみます。はい。まあ、そうしますとですね、メンズラウンドファスナーですね。まあ、これ1200円で売れるみたいですよね。はい。で、この商品をですね、あの、実際にどのように知れたらいいかってことなんですけど、ちょっといろいろ調べてみましたので、ぜひね、あの、まあ、紹介させていただきます。はい。で、えっとですね。 もうこれ、アリエクスプレスってあるんですけど、これからですね、ちょっと調べてみたんですね。で、えー、っとですね、ここですね、えー、っと、お財布、メンウォーレットレザー、ウォーレットですね、ここをクリックしていただきます。えー、そうしますとですね、えー、と、こういった画面飛びますので、まあ、これで、ちょっと見てたんですね。はい。えー、そうしましたらですね、えー、っと、まあ、ちょっと色々見てて、ここですね、ここに同じような商品があったんですよ。 はい。で、こう、クリックしますと。はい。まあ、こういった風にね。ちょっと値段が高いんですけど、まあ、同じような商品がありまして。多分、こういう、このような商品を入れて売ってるのかなと思ったんですよね。はい。ですね。まあ、似てますよね、本当に。もう、ウリスタルっていうか、もう。まあ、似てますよね。 ですね、なので、あの、まあ、こういったところからね、仕入れていただければ、利益出ますね。それとですね、えー、と、アリエクスプレスなんですけど、あの、まあ、こういった風にですね、クーポンとかありまして、まあ、3ドルですね、結構ですね、安くなるんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、使ってる人に聞いたら高いっていうんですけど、あの、こういう割引をね、使っていただければですね、かなり比較的安く仕入れることができるのと、あとですね、あの、送料がですね、無料なんですよ。 はい。で、クレジットカードも使えますし、まあ、非常に、あの、中国運輸入ね、初心者の方におすすめのサイトだと思いますので、ぜひね、まあ、こちらから輸入していただけたらいいかと思います。はい。ぜひ試してみてください。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマーリンマニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、えー、ゼラインテンバーコメディ始まりました。 ライン登録後に0円転売コミュニティに参加したいとメッセージをください。ぜひね、あの、紹介させていただきます。で、え、YouTube の質問一切受け付けてません。質問があれば合ね、ライン、ライン登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。